あ、すいません、こんばんは。対談の時間になりました。今日は、デジタルアカデミアの坂東さんに来ていただきました。坂東さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それとですね、今日は、コメントをするということでもって、AK さんにも、一緒にですね、お話を聞いていただくという形になりますので、AK さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい。では、まず、坂東さんは、セカンドライフに入って、いろいろなことをされてると思うんですが、やはり坂東さんっていうとデジタルアカデミーやっていうことなんですが、坂東さんは、簡単な自己紹介を含めて、いろいろといきさつとお話しいただければと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。自己紹介、なんですけれども、まず僕自身は2006年の、7月にですね、アカウントを作りまして、なので一応セカンドライフに入ったのは結構早い時期になってました。ただ実際そのアカウントを作ったところで、何を、どうすればいいのかなというのがあまりよく分かっていなくて、半年間ぐらい、ずっとそのアカウントをこう放置するというふうなことが結構ありました。で、それからいろいろ、ありまして、個人的にもそのセカンドライフの研究を進めながら、ちょうど2008年の5月なんですけれども、デジタルアカデミーやというセカンドライフの中でこう学校をやってみたら、面白いんじゃないかということで、設立しまして、で、現在に至るまで、ちょうど、2年と半年ぐらい、ずっと運営をやっています。なるほど。もう結構ですね、デジアカ、結構いろいろなことをやってると思うんですけども、実際に、こういうね、学校っていうことをやりながらも、このセカンドライフ、坂東さん自身、プライベートでも結構楽しんでるっていうふうには聞いてるんですが、他にもどんなことをされてるんですか？そうですね。他は、今はちょっとやっていませんが、あるバンドに、参加してですね、ライブ活動をやっていたりとか、あとは、ちょっと稲林さんのバーとかに、時々参加させていただいて、いろんな人とのこうコミュニケーションを図ると、そういうふうな形でセカンドライフを楽しんでいます。やはり坂東さんっていうと本当にデジアカってイメージですけど、デジアカじゃなく、本当にセカンドライフを楽しんでるっていうイメージなんですが、最近ね、パートナーもできたということですが、あ、そうですね。そのパートナー辺登は録、ちょうど パー1トナー年登前録。ぐらい になりましてですね。半年前ぐらいですかね、ちょうど式の方も、皆さんの協力を、いただきまして、ちょっと、お伺いさせていただきまして、どうも、ありがとうございますというところですね。いえいえ、もう本当におめでとうございます。そんな形でもう楽しんでる坂東さんですけども、さて、デジアカのこと、私もですね、デジアカには、学校長という形でもって、参加されているので、まず、ちょっと AK さんの方から、デジアカって、AK さんはご存知でしょうか？名前は結構ちらほら、確か、デザインアワードでしたっけ？なんかデザイン、あれになんか商品じゃないのに なんかデジアが出てるみそうたいですね。な、なんか意外性というか、そういうなんか変なところでバタッと出くわすみたいな デザインアワードでしたっけ？なんそうででしすたっね。け？一応今年もですね、エントリーはしまして、グッドデザイン賞の方にですね、あ、グッドデザインでデジすタルね。コンテンツ部門の方でエントリーをしていまして、残念ながらちょっと落選という形になったんですけれども、ちょうどあれ、どういう僕の形後で、ろの写真の方でですね、ちょっと真ん中にある、真ん中下のやつですね、ディスプレイが貼ってあるやつだと思うんですけども、ちょうどこれは東京ビッグサイトの方でありました、今年の、グッドデザインエクスポで作った、ブースですね。これは、なんだろう、委員の人がなんか、アカデミーに 見に来たとか、そういうのはないんですかね。どうそういですう、ね。去年はですビね、デ結オを構送っそのたみ生徒たいな。の方にも広く、実はこれ今年2回目でして、去年もダメで今年ももう一回やってみたらどうかなっていうことでやってみたんですけど、去年は結構告知してましたので、いろんな方が会場に遊びに来ていただいて、初めて、こう、リアルワールドでお会いするという方もたくさんいらっしゃいました。今年はちょっとひっそりやってみようということで、やってみましたので、そういう次なる第ほです。ど。受賞さ今れる年とはグッドデザイン賞もいろいろ、受賞もありまして、AKB48 が、大賞候補になったりとか、いろいろこう話題性もあるんですけれども、やっぱりなかなか、こういうデジタルコンテンツっていうのは、難しいのかなというふうなところで、ちょっと、さすがにこう、グッドデザインの壁の高さっていうのは、やっぱりちょっと実感や、していやっますぱりね。石の上にも3年なんで、
ひょっとするとないな。まだまだあと1年ぐらいありますね。もうちょっとこう社会的な影響とかインパクトなりが出てくると面白いかなというふうに思うんですけど、まあまだまだ、そうですね。ただ仮想世界の中でもってやはりその、まあ、100% ボランティアという形でもってこう運営しているこういう学校形式のものってのは他に海外にも類を見ないので大変面白いんじゃないかなというふうには思ってるんですね。非常に感謝しておりますのが非常に先生方とかスタッフの方も、まあ、一応僕も含めて全員ボランティアでやってましてですね、まあ、それで参加する生徒の方も一応無料という形で、でも逆に先生にお支払いする対価もお支払いしてなくてですね、まあ、基本的に実質入りも出もそんなにないというふうな形ではやっています。ただまあ何らかねこう先生に対しては形で、まあ、お礼ができればいいなと思っているんですけれども、まあそう思いながら、まあ2年半経ってるという話。はい。いや、でも本当に。猫さんの、はい。猫リンクさんの講座みたいなのがあったりとか。そうですね。講座の方はですね、結構バリエーション幅広くしていまして、アキラ先生の英会話の授業だったりとか、あとまあものづくりとかデザイン、あとマシニマですね。セカンドライフの中で映像を撮って、まあ、一つの作品仕上げるっていったもの。あとは、DTM っていうことで、まあ、PC で作る音楽作曲。まあ、これは、周博さんに手伝っていただいたりとか、そういうような形で、まあ、セカンドライフの中でこう、楽しむコンテンツ作りっていうのもありましたら、まあ、あとはそのリアルライフの中でも、まあ、音楽作曲とかっていうのは結構、セカンドライフだけに限らず、個人的な、リアルの生活でも楽しめるものですので、まあ、そういったものとかを、幅広くやっています。今、現在のところ8講座ぐらいあるという形ですね。うん、あとは、ま、単発に特別講義という形で、まあ、いろんな、分野に、特化して入れていますから、そのプロの方にお越しいただいて、まあ、1回、2回のその授業っていうのも、展開していたりはします。はい。参加者数みたいなのはどのぐらいなんですかね。そうですね。大体今は、400人か500人ぐらいは、一応グループ登録者はいると思います。で、大体その各回で、まあ、入学生の募集というのをしましたら、まあ、100名ぐらいの参加者がいまして、まあ、それからまあ、ずっと継続して、まあ、参加されるという形ですね。まあ、大体ユニーク数でいきますと、まあ、60か70人ぐらいが、まあ、常にこう授業にお越しいただいているかなと、そういうふうなイメージです。はい。ただ、まあ、そのデジア課程、今年といいますか、今期で第5期目なんですけれども、うん、まあ、第1期からもずっとね、連続してお越しいただいているような方もいらっしゃいますし、非常に、こう気に入っていただいた方に関しては、息の長い、お付き合いになっていると。いう形になります。はい。で、常にいろんなね、新しい試みをしてますからね。はい、どうぞすいません。うん。いえ。副局長っていうのは具体的には何屋さんなんですかね。仕事というか。どんな感じで。僕のですか？ええ。僕の リアルの方の仕事ですかね。じゃなくて。いやいや、事務局長の方ですか。事務局、はい、デジア課。はい、はい、そうですね。あ、びっくりした。ですね、まあ、デジア課の事務局というのは、まあ、何をするかというとですね、まあ、事業が、円滑に、まあ、できるようにというサポート役なんですけれども、まあ、それよりも、まずは、まあ、その入学生、まあ、入学希望者を募りまして、まあ、そこから、まあ、一人一人のその生徒さんに対して、まあ、コミュニケーションを取っていくと。まあ、日々の連絡であったりとか、段取りへとかあったりとか。で、授業の時に関しても結構そのボイスチャットを使ったりする授業もあったりしますので、まあ、ボイスチャットが聞こえないよという生徒さんがいらっしゃいましたら、はい、まあ、そのサポートをしたりであるとか、まあ、そういうことで、まあ、極力その授業がスムーズに円滑にできるような、まあ、いわゆるこうサポート役としてやっています。はい。そうですよ。バンディさんすごいのは、本当にほとんどのクラスに入ってですね、毎回毎回先生方に何か、要望がないかとか、生徒たちに何か問題はないとかっていうことでもってフォローしてるので、もう、セカンドライフに入ってる時っていうのは必ずデジア科のクラスが合う時がほとんどじゃないかっていうぐらい、そんな感じで入ってらっしゃいますよね。そうですね。ほぼインしてる時はデジア科関連っていうところが、うん、ありますが、まあ、ね、とはいえ、ずっとデジアカバンばかりというのがあれですんで、暇を見てはそのオフを楽しむようにはしたいと思ってますが。はい。はい。じゃあ、なんかこう、授業中のなんか苦労話みたいなのは。ああ、そうですね。結構、ログインできない時とかって、は、授業は延期になっちゃうんですかね。
たまになんそうかですね、障ローリ害ン、が、ありますあります。もうそういう時あはりもうますよ普通ね。に、すっぱりと、休校にしまして、別の振り替えなる日ほをど設定したりね。とか いうことはありますね。そやっのぱり辺がローリンちグょっスタとートとかね。もありますね。ええ、そうですね。不安ただ、定ですからね。とはいえ、セカンドライフを使う意味で非常にいいのかなと思うのは、基本的に非常にインフラとしては、これだけいろんなことができて、かつ、一般の参加者にとってはほとんどその参加料がね、GP としてはあまりいらないというところもありますし、非常に経済的にも、コスト的にも、運営しやすいのかな、というふうにはちょっと思っています。確かに。なので、セそカれンとドライなんフといか、う、ソーシャルネットワークを使って、みんなで一緒にこう勉強しようよというか、楽しもうよというところが、デジアカの、基本的な考え方というところですね。ちょうど今5期目ですか？5期目、そうです今5期ね。目です。5期目が12月までみたいなそうですね。イメーおジ。そらく年を越えて1月ぐらいに文化祭をやって、あと修了式という形だと思うんですが、ちょうど始まったのが、9月の頭、8月末ぐらいからですので、ちょうど今、各授業では、半佳分ま境で、まに。だちょっといかないかなという、それぐらいの時期ですね。大なる体ほどね。週死ぬ。1日ぐらいでやってます。シナリオ講座とか面白そうだなと思ったんですが。そうですね。いいですよ、ぜひぜひ。今期はですね、ちょっとマシニマの映画を撮影されている、セラ・ボア監督の方に、僕のお父さんという、マシニマを撮られている方なんですけど、その監督に直々、そのシナリオの組み立て方、書き方を学ぶという講座をちょっと新設しまして、そうですね。非常にね、で、セラボアさん、ちょっと補足入れると、リアルでもって、送り人の助監督もされてた方なので、やっぱりそういうすごい監ですね。督業に関しては、本格的にやられてる方なので、やっぱりそういう、結構このセカンドライフの中って意外にですね、本当にプロ級のプロの人が何気なくうろうろしてたりとか、こうやって、みんなでもって教えましょうっていう形で参加していただくって、これがね、すごいかなっていうふうに思いますね。デジアカの、先生ちょっとやっていただけませんかということの時も非常に気さくにOK いただきまして、で、脚本の書き方といいますか、我々生徒というのはそういう脚本というのはそもそも何かというところからまず分かってないわけなんですけれども、そういうところから、どういうふうに映画ができていくのかという、そういうプロセスとかをですね、学ぶことができるという、これなかなかあんまりない機会だと思いいますやし、そういう貴重形ですで、よ。新しい発見があればいいんじゃないかなというふうに思っていますね。触りだけでもちょっとユースとかなんかで流しといてもらえると。そうですね。それ、結構、セカンドライフってこう時間合わすのがね、ちょっと、そうなるでほど。すから。VWBC で考えてもいいかもしれないですね。デジアカの授触業、りだけなんかね、第1回目の講座ぐらいは。くてもいいと思うんだけど。ぜひぜひ、お願いしたいなと思います。いやー、それは面白いです僕はね。郵送すればいいんですけど、いろいろこう、やってると、なかなか郵送までちょっと手が回らずで、言っていただければ、先生と生徒さんたちの許諾が下りれば、それは問題なくできると思うので、いいですね。なんかこう、雰囲気をこう、いきなりなんかログインして、なんかこう、チャットするのは苦手だけど、なんか雰囲気とりあえずちょっと見てみたいなとあるじゃないですか、そうなんですか。ね。ああ、なるほど。どんな感じで授業をやってるのかなっていうのを、ウェブ上で見れるというのは非常にいいと思います。そもそも、ログインできないときに対してね、ウェブで見れたらいいだろうなというふうにやっぱり思いますけどね。確かどうしてに。もこう、通信環境とかによっては厳しい場合もありますので。ビューア2にはちょっといいんですよね、なんか 自分の場合に。でも、本当に、なんていうんですかね、やっぱこうやって学びたい人と、教えてもいいよ、もしくは一緒にやりたいなっていう方が、こう、うまく結びついてるこのコミュニティっていうのは、すごいね、面白い可能性もあると思うし、なんかこの学校だけじゃなくて、他にもね、いろいろできるんじゃないかな、なんていうふうにはね、思うんですけども。
そうですね。まあ、やっぱりセカンドライフはやっぱりずっとやってて思ったのは、まあ、これも一つの大きなソーシャルネットワークであって、まあ、リアルタイムであるというところが、まあ、他のものとはなかなか違うというところだと思うんですね。で、まあ、デジタル確かに。化は、まあ、やっていて、まあ、僕個人的にはメタバースラーニングっていうふうに言ってるんですけれども、まあ、普通のこう、ウェブとかである e ラーニングとはやっぱりちょっと違うのは、まあ、一人一人の、まあ、アバターですけれども、こう顔が見えるというか、まあ、同じ場所に、まあ、先生と生徒が集まって、で、そこで何かディスカッションしながら、こう、新しいものを生み出していくっていう、そういう雰囲気っていうのは、やっぱりなかなか、インターネット上でやるには、他の仕組みでは、まだあんまりないのかなというふうに思っていまして、まあ、そこら辺が、もうちょっと、そうね、で新しいところであるということで、もっとこう、世の中とか世間なりにこう出していこうというふうに、いろいろこう努力はしているという、そういうところですね。さっきのデザインのアワードに出したのもそんなような理由ですよね。そうですね。ただやっぱりまだ産業にはね、なってないので、受賞としてはなかなかまだ厳しいのかなというふうに思いますけれども。なかなかね、一般の人が、今でもこうやって全然違うところから、私、AK さん、またバンディさんと3人入って、いかにも一緒にいるような感じでもって対談をしている。で、その対談がまた、放送で流れるっていう、こういうことが実現しているっていう、このこと自体がすごく大きなことなんですけども、多分見てる人たちは、ね、なかなかそこがピンとこないところでもあり、まあ、普及しない理由でもあるのかなとは思ってますが、これはそのうちね、徐々に来るものかなと思ってるので、まあ、そうで焦らすずね。やっていきたいですね。まあ、デジタル化に関してはですね、まあ、ずっとこれからも続けていこうと思っていますし、まあ、例えば、まあ、卒業された方とかもいらっしゃるんですけど、まだフラッとこう、うちは一回入学したら、まあ、別に出入り自由にしていますので、またこんな授業行ってみようかなとか、また誰かに会ってみようかなというふうな、まあ、いわゆる一つの場といいますか、そういうコミュニティになればいいなというふうに思っていますので、まあ、みんなにとっての、まあ、母校になるといいなと、そういうふうに思っています。ありがとうございます。なんかね、AK さんもどうもありがとうございます。あ、話してるとあっという間とんにでもですね、ない時間です。は過ぎてしまったんですが、じゃあ最後にですね、バンディさんの方から、一つそのデジアカについて皆さんに、まあ、告知もしくは何か、話すことがあれば一つお願いいたします。そうですね。デジタル化は第5期やっているんですけれども、また引き続き第6期を、まあ、来年春ぐらいからやろうかなと思っています。まあ、都度ブログであるとか、公式ホームページの方でもご案内していますので、時々チェックをしていただければと思いますし、また特別講座とかも行いますので、その時には一般の方も参加できるようにしたいと思っていますので、ぜひぜひこれからもチェックしてみてください。よろしくお願いします。いや、どうも、今日はいつもありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございました。AK さんもありがとうございます。では、これでもって、今日の、対談を終了します。